はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。こちら新宿のホテルにおりましてですね、今から広島に飛びます。で、今回ですね、東京、横浜、千葉、大宮、東京と5日間連続でセミナーをしまして、昨日はですね、僕のジャズレーベルから第4弾のレコーディングに立ち会ってきました。ギターのリーダー作でですね、あとドラム、この2人はですね、もともと福岡で知ってる人なんですけども、まあ東京でですね、ベースをね、お願いした方が、おさむこういちさんっていう、まあこの30年以上ですね、もうずっと日本のジャズ界で第一線で活動されていまして、僕もジャズをですね、聴き始めた本当30年ぐらい前から雑誌とかですね、あと教則ビデオなんかでも、まあ見ていたわけなんですよ。で、もちろん CD も持ってますし、サイドマンでですね、まあ、ただ渡辺貞夫さんとか、そういった方もですね、サイドで弾いてるのも何度も弾いてますし、あと国内外でですね、いろんなアワードも取ってまして、ほんと素晴らしいベーシストの方とご縁いただいたわけですよ。もう、ちょっとね、胸熱にも程があるというか、しかもその曲とかはですね、もちろんギターのリーダーの方と相談して決めたんですけれども、まあもちろん僕もいろいろ意見を出してもらいました。で、そういったですね、曲を全部やってもらってね、いやもう泣きそうな感じですね。まだちょっと余韻が冷めやまないという感じで、まあ今後ですね、ここからいい作品と仕上げていきたいなと思うわけです。まあ僕のジャズレーベルもノリで作って、まあ今回のレコーディングもノリでこういったご縁をね、いただいたものなんですけれども、もともとやっぱりジャズ大好きで夢だったわけですよね。まさに僕は本当に夢を叶えまくってるなと。まあそんなに大きな夢じゃないかもしれないけどね。で、僕はそのね、47歳ですけれども、独立して15年、何もない状態から手探りで、あとスピリチュアルな法則をですね、自分の中で実践しながら、検証しながら、証明しながらですね、ここまでやってきました。で、今後もどんどん僕の夢を叶えていきたいなと思います。そして皆さんがですね、夢を叶えるような、少しお手伝いとはね、ちょっとね、恐縮ですけれども、何かきっかけをね、ご提供することができればいいかなと思って、まあ今日もそしてこれからも YouTube 撮っていきたいと思います。で、まあ今回ですね、5日間セミナーしたわけで、まあちょっと細かい話なんですけどね、本とか CD をまあ、販売させてもらいました。で、その時の売り上げがですね、なんと今回のレコーディングのスタジオ代とドラム代ですねの費用にそのまままるっと当てはまっちゃいまして、まあ、銀行に下ろすに行かなくてよかったというですね。いや、なんかギフトだなと、まあすいません、なんかそんな風に思ってる感じです。で、セミナーでですね、いろんなご質問をいただいたりで、僕自身もポンポンとなんか降りてきたような話たくさんあるんですけども、まあ、例えばですね、その夢の叶え方っていうところでよく言われるのが、執着を手放しましょうってね、話あるわけですよ。つまり例えばですね、まあ誰それと付き合いたいとか結婚したいとかいう願いがあったとしましょう。で、まあやっぱすごくね、執着するわけですよ。で、執着してるうちは叶いませんよっていう言い方はよくするわけですよ。なので、手放しましょうね、手放しましょう、手放しのワークとかいう話聞くと思うんですけども、それはね、本当にその通りなんですよね。執着しているとそれは叶いません。なぜかというと、潜在意識はですね、その執着っていうものをすごく嫌うっていう、メカニズム的にはですね、執着した先の願望というのは今の自分とかけ離れてると、つまりすごくギャップがあるわけですよ。で、執着っていうのはストレスですんで、ストレスがかかってる間は、それは自分のものにならないわけです。潜在意識が一番求めるのはリラックスなんですよね。リラックス。で、一番リラックスしてる状態っていうのは今この瞬間なんですよ。だから今この瞬間、このリラックスした状況を持続したいっていうのが潜在意識が一番働くわけなんですね。だけどですね、それだけ強い力で潜在意識はリラックスへと導いてるんですけども、もし自分の願望がこの先のですね、願いがリラックスに転じたら、それはそれで潜在意識は全力でその願望を叶えるように手助けしてくれるわけです。そういった意味でですね、よく潜在意識にインプットするとか、そういった話は正しくって、自分の願い、その情報がですね、潜在意識にパンと入った瞬間、それは体にぐわーっと染み込んでいき、隅々まで染み込んでいき、そしてふっとリラックスした瞬間に目の前に現実が現れてるっていうことになるわけです。ですので、例えば具体的に誰それさんと付き合いたいというすごいすごいすごい執着があるわけじゃないですか。で、執着しているうちはどんどん離れていくわけですよ。
つまり執着しているということは、潜在意識ではそれが叶っていないという状況をよりより強化するわけなんですね。だから叶ってないという潜在意識の情報が実現するわけです。なので執着すればすればするほど願望は離れていくっていうのが、まあ、いわゆる僕はここの動画でもですね何回も言ってきたと思うんですが、願望実現のパラドクスってやつなんです。そのためにですね、回避する方法が、まあ、これもおさらいになるんですけども2つあるんですね。で、1つはですね、ちょっとアクロボットの方法なんですけども、執着するときついじゃないですか。そのきついという状況をですね、別のことで緩和するわけです。例えばですね、僕が前に出した例では、スパゲティポモドーロの法則ってのがありまして、僕イタリアをですね、自転車で旅してるときに、あのスイスから、まあ、ドイツ、スイスをですね、オーストリアを山を越えるわけですよ。つまりアルプス越えるんですね。そしたらね、全然違った景色になるわけです。で、イメージですね、ドイツ、スイス、オーストリアってのは、まあこれあくまで僕の感覚なんですけども、ご飯がそこまで美味しくないわけですよ。最初は美味しいんですよ。チーズとかハムとかソーセージとかですね、ビールとかね、すごく美味しいんだけども、基本的に塩の味なんですよね。だから飽きてくるんですよ。僕の味覚ではですよ。けどですね、山を越えたら突然オリーブが入って、そして、なんだ、ハーブとかですね、スパイスとかですね、あと魚介とかですね、そういった、まあ、我々の日本人の味覚に合うようにですね、だん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 と変わっていくわけですよ。で、スパゲティポモドーロっていうのを食べたんですよね、イタリアで。めちゃくちゃうまいんですよ。もうとにかくうまいんですよ。だから日本はですね、おそらく2番目にパスタがうまい国だと思います。それだけ洗練されて、アルデンテというですね、概念も、まあ、聞いたところによると、日本とイタリアしかないっていう話で、まあ、他の国だったらですね、例えばインドなんかでパスタ、スパゲティ食べると、芯が相当残ってるで硬いんですよね。で、エジプト食べたら今度逆に茹ですぎてブヨブヨなんですよね。で、ちょうどいいぐらいのアルデンテはですね、日本とイタリアで。中でもやっぱりですね、イタリアのパスタは素晴らしいわけですよ。で、僕初めてイタリアに旅行して自転車で行って、で、ちょっとしたですね、あれなんていうのか、食堂があるわけですよ。ちょっと現地の言葉でレストランっていうのか、食べるなっていうのか、まあそれギリシャがなんかあるわけですよね。ほんで、入って白ワインとポモドーロを注文したんですよね。で、こうやって来て、まず白ワイン飲んでさ、やばいですね、めっちゃうまいですかと、なんやこれと、やばい、ちょっと寒気してくるぐらいうまいわって言って、その後、スパゲティポモドーロですね。これ要はトマトスパゲティですけども、それをシュー、トマトと現地のね、日本にはない種類のトマトですよね。で、加熱用のね、それ料理用の、生で食べる、サラダとか食べるやつじゃなくて、加熱用の調理用のトマトをですね、ベースになってまして、それとも新鮮なオリーブオイルで、パッてね。うわめっちゃうまいやんけというこのうまいめっちゃ最高やって言ってる時っていうのは潜在意識が喜びまくってるわけですよ。その時に願望をイメージするんです。わかります？願望そのものをイメージすると苦しいんですよ。だからめちゃくちゃ楽しいことをしてる、まあもっと言うとですね、想像力が豊かな方はですね、めちゃくちゃ楽しいことを想像して、体がワクワクしている状態にして、そこで誰さら付き合いますとかですね、結婚しますとか、月収100万円とかですね、自分の願望をイメージするわけですよ。するとですね、本来苦しいはずのストレスを感じるはずのですね、願望、願いがですね、今この瞬間のワクワクした情報、感覚にですね、まあ中和、そしてそれが上回ることによってですね、本来のストレスが、わっとリラックス、ワクワクに変わって、誰そのさんと付き合いますっていう願いもですね、ふわーっとそっちに現実化していくわけなんですね。で、これちょっとアクロバットなテクニックなんですけども、でもある意味王道かなと思います。つまりワクワクしている状態っていうのは、物事をすべて実現へと向かわせるわけですね。で、リラックスしてるわけですよ。僕も今ね、すごい昨日のレコーディングの余韻があって、本当に、夢って叶うんだなって。で、今後僕のレーベルがどういうふうに育っていくか分かりませんけども、まあ日本のね、アルフレッド・ライオン、ブルーノートの創設者のように、何かしらの存在感が出るようになればいいかなというふうに願っているところです。多分そういう願いも叶うんじゃないかなと思っています。で、もう一つの方がですね、この間セミナーでもお答えしたんですけども、今ちょっと神様通りましたよね、さーっと。僕が何か言うと神様が通るんですよね。まあ、オーブとかですね、別の言い方すると誇りって言い方するんですけども、でもそのタイミングに通るってことはそうだよって言ってることなので、今から言うことはそうなんだよってことで聞いてほしいんですけれども、まあ質問もですね、同じように受けたわけですよ。執着していると叶いませんって言うけども、その手放し方がわかりませんと。で、そこでですね、ある人は手放しのワークみたいなんで、自分の執着を
その自分の前に出して、その肌触りとかですね、手触り感覚ね、その肌なんかいろんなね温度とかですね、それで自分で見てみて、でそれにふわっと羽をつけて天国に飛んできましたみたいなワークって結構あるわけですね。まあそれ自体はサブモダリティチェンジっていうおそらくワークになって、心理学的にも心理療法的にもですね理にかなった方法なんですけども、ただそれやってもですね、次の日にはまた戻っちゃうわけですよ。その天に羽ばたいていた執着がですね、また元に戻ってしまってあれってなるんですよ。だから僕はですね、夢が叶うとき何が起こってるのかっていう本でもこれは実は書いてるんですけれども、とことん執着するんです。もうね、もう苦しいほどね、涙が出るほどですね、もうこんな苦しい思いするの嫌だっていうぐらいに執着しまくるわけですよ。そしたらですね、ふっと体がですね軽くなる瞬間があるんです。つまりもう疲れて飽きて執着するのに、人間の体ってそんなにね根気よくね忍耐強く一つの執着を握ってることって難しいわけですよ。だから斉藤ひとりさんも言ってたと思うんですけども、斉藤ひとりさんかな、まあ誰かが言ってたと思うんですけども、ずっと苦しみ悩んでるっていうのは10年20年続いてる人もいるわけですね。あなた根気強いですねってねなるわけですよ。この間も話したと思うんですけども、10年前の悩みって意味はないでしょ、ほとんどの人が。でもある人はあるんですよ。でもそれってね、10年間もね同じ悩みを抱えてるって根気強いですよねってね、ちょっと皮肉っぽいけど言えるわけですね。だからその悩みにそうですし、執着もですね、本来そんなにねずっと握ってられないわけです。だからもしですね、その悩みをずっと消えないという人は、その悩みに対する向き合い方が足りないなと思うわけですね。もうね、もう苦しいほどね、もうずっとそのことばっかり思い続けるわけですよ。なので僕は100日間ノートに書きましょうというワークをですね、夢が叶う時の本に紹介してるわけです。まあそれをまあしてもしなくてもちろんいいんですけども、とにかくですね、まあ100日だったりある一定期間ですね、もう執着しまくってストレス感じまくるわけですよ。例えば今息止めてくださいって言うとさ、息止めるでしょ。息止めてる時ってめっちゃストレスなんですよ。でも止めてられないでしょ、ずっと。やっぱ息吸うじゃないですか。その時に自然とリラックスで転じるわけです。ですので執着してるってのは、いわば息を止めるっていうことなんですね。だから夢が叶う時の本でもノート書きながら息止めましょうってね、書いてるワークがありますけども、要するに息をね、止まってるんですよ、本当ね。緊張してストレスしてる状態は。でも人間ずっと息止めてられませんので、また呼吸する始めるわけですね。ほんならまた、リラックスに転じるわけです。ですので、もう強く苦しいほどに、願いを集中し執着しまくるんです。そしたらふーっと体が軽くなって、まあだいたい3ヶ月100日ぐらいのタイムラグでそれが現実化します。だから僕も今回のジャズもそうですしね、まあいろんな夢願望持ってきましたけども、やっぱり本当に叶ってるんだなと思います。30年前に修浩一さんというベーシストを見て、まさかこういう縁があるなんてら想像しなかったんですけども、でも僕のジャズレーベルはですね、何か一つワンランクアップするためには本当にいいご縁をいただいたなと思います。島田紳助さんがこう言ってるわけですね。願いを叶える夢を叶える方法は、強く念じ、強くイメージし、そして酒を飲んで忘れることだと。強く念じるんですよ。で強くイメージするんですよ。そして酒を飲んで語ることっていうわけですね。そう、酒を飲んだらリラックスするでしょ。で語ったらリラックスするでしょ。だから強く念じてストレス執着し、そして酒を飲んで語ることだと。酒を飲んで語る仲間がいたらぜひ語ってください。僕はそういう仲間がたくさんいます。だから夢を叶える速度も速いんだなと思います。そうやって僕も強くいつも執着して、ああしたいこうしたいって言うわけです。だけども酒を飲んで語ったり、あとはまあいろんな旅をしたりですね、そのことによってふっと体の中に入るわけですよ。そしたらそれは現実化している。これはもう例外ありません。だからあなたが今思っている願いも必ず叶います。保証します。執着を避ける必要はありません。とことん執着してください。執着を避けようと思えば思うほど、手放そうと思えば思うほど、その執着は離れません。ですので、とことん、今のあなたの願いは正しいです。そのままずっと願い続けてください。そしたら勝手に離れます。その時が、パーンと現実化です。簡単です。楽しんでいきましょう。ありがとうございました。